起きた起きた。よー。なんと夜明けを迎えたんですけど、全然餌を釣ることができなかった。でも餌いただきましたよ。よし、これで釣りを狙いたいと思います。僕が使用しているタックル、ダイワのインプレッサー353の HR ってやつで、これカゴリールなんだよね。カゴリール X ライナー5000円筒ってやつで、ミチ糸、これね、正直6号か8号かよう分かりませんもうしたたか前のやつなんで、10年ぐらい前の糸で、12号円筒カゴさびき釣り券って書いてある。これ何がいいってね、こらサルカンで止まってるから、ミチ糸との接点が点だから、点ね、負担にならないんですよね。こう中同士の浮きだったら、ここ2点当たるでしょ。だからちょっとミチ糸に負担がかかる時があると思うんで、この点で釣る、そのサルカン付きの浮きが使ってます。カラマンボ、大きいカラマンボ、三つ股サルカンに、これね、あれなんですよ、芯です。これそう簡単に切れません。これでも全然食ってきますからね。で、トレブルフック。もうちょっとね、大きいのを使った方がいいって言われたんだけど、とりあえずこれを使ってます。一応こういう単純、ね、単純な仕掛けで釣ってます。余分なものがないってね。そういうことだ。
があってね、ブイが。速攻で来たです。え、すぐ来たです。すぐ来た。あ、こっちロープ重ねようにしないと、ロープ重ねようにしないと。走ったいですけどね。ああ、走るの面白い。間違いない。そこのたまに自分の魚入った。おお、重たいぞ。重たい、丸々するぞ。ま、はいはいはい。ありがとうございます。まあまあ、でかい。丸いよ。でかい。丸いよ。やばいってこれ。ね。顔だけで20センチよ。80センチぐらいか。すっげえ丸々してる。丸々。Take it real soon.